はい、続いて美咲様のメイクを担当させていただきましたけども、ありがとうございます、ね、最初会った時にちょっと眉がですね非常に大変なことになっておられたので、ものすごく心配したんです私、ね、やっぱり眉っていうのはね人生を表すんですね。なので眉をねやたら太くしたり細くしたりしすぎるっていうのもね一番細くしすぎるのがまずいんですね。で、あのね、美咲様はドクターということで美咲先生と呼ばせていただきますけども、ね、この眉頭ものすごくやっぱりタトゥーを入れてたということで強くその上から描いておられたのでもうなんか戦いの眉になってたんですね。さっきまでお顔がで、やっぱりあの職場現場はやっぱり医療のね現場は戦いだと思うんですけどももう人生全てが戦いになってしまうとですね疲れちゃいますから、もう今日はそのあたりもしっかりとこう緩やかに優しくで眉山もねちょっと強調することで皆様もそうなんですが眉山をちょっと強調していただくだけでちょっと美人ゾーンになりますから、ちょっと眉山をちょっと上げていただく、そうすると小顔にもなります。そしてちょっとねこういう一重まぶたとか奥二重そういう方非常に日本人の方ね多いんですけども、あのそういう方はピンクねちょっと練り物のピンクでふんわりと仕上げて、そして今日ね私があの一生懸命入れていたこのくの字の部分ですね、ラブトライアングルゾーン、ちょっとね目が 下のここの部分結構入れたんですけども、そうするとあの美咲ドクターのねあのちょっときつめの顔を気になさってたのが一気にこの優しいちょっと垂れ目な感じ、どうですか、可愛らしい甘えたい感じの顔にね変身するんで、ぜひあの一重とか二重、あの奥一重とか、まあ、あの奥二重とか一重とかのちょっとこうつり上がっちゃってるかなっていう目の方は特にここの目の下のところねちょっと、入れてあげたり茶色入れてあげたり、あとあのエクステンションね、あの先生お付けになられてますけども、エクステンションまつげエクステンションこう真ん中ばっかりガーッとつけるんではなくてこの目尻にしっかりとこうつけてもらうようにして、今日はちょっとつけまつげでねあの私がこう理想のラインをこう作りましたけど、この目尻を重たくこう見せてあげることでちょっと甘えた感じ、このね甘えた感じの目元ってすごくこの間私あのロンドン行ってたんですけども、こういう目元がすごく流行ってましたんでね、ちょっとあの甘えた合図でことぶきメイクと呼ばせていただきますけど、ぜひ先生素敵なあのご結婚ができますようにという祈りを込めて先生どうでした、こうちょっといつもと違う感じで、あの長年眉毛の描き方はすごい悩んでたんですけど、こんなに簡単にすっきり描けてで、なんかピンクも同じピンクでもこれだけ柔らかく描けるっていうのがすごい今日勉強になりますね。え、ものすごいモテ顔になってますよね。え、ぜひぜひあの今日からもう後戻りしないので、この間まで昨日までのさっきまでの眉にはもう戻らないように、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。